過ごしでしょうか。お帰りやで、来たで、みんなお帰りが来たで、本物のお帰りやで。本物やで。こんなに綺麗なのにショールームたくさんしてすごい。だって、いやいや、私は、そう、私はね、ショールームしてんのはおもろいからやで。おもろいからショールームしてるだけやで。おもろいからショールームしてるだけやで。うん。ナダルかなって、私マジでナダルさんのモノマネマジでうまいかも。マジでうまいかも。おもろいから見てるやで、ありがとう。カナブンがショールームで今小田さんの話してるよ、だって。わーい、カナブン、カナブン、カナ、カナウと書いてカナブン。夢は叶う。せーの、夢は叶う。どうも、チーム K の安田かなです。信じれば叶う、願えば叶う。はい、どうも、チーム K の安田かなです。カナブンのキャッチフレーズ考えました。はい、信じれば叶う、願えば叶う。はい、たくさんの夢を叶えていきたい、チーム K の安田かなです。これでいきましょう。実際そうなのかと思った。だってそう、だってかなって名前めっちゃ良くない？かなって、かなちゃんってさ、よくいるけど、そう、あのね、口に十って書いてかなって初めて会いました。カーブン、小田さんとお揃いの服着てるよ。だって、え、この服ですか？え、お揃い、この服マジかな。ブン、お揃いなの？今日は朝ごはんにカップラーメン食べて、夜ごはん、あ、お昼ごはんにエッグベネディクト食べて、あ、牡蠣も食べて、で夜ごはんは餃子でした。カーブンが小田さん褒めちぎり中だって。お、
じゃあ私もかなぶんのことを褒めますわ。かなぶんはなんかもう本当にずっと明るくてずっとニコニコしてて、なんかすごい周りにすごいなんか周りを笑顔にしてくれるんですよ毎回。そう、それで毎回笑顔にしてくれて、なんかすごい待って、なんか流れてるからちょっとその音をすごいかき消していきたいと思います。はい、でまあ書き消せたんですけど、かなぶんはすごくなんか優しくていつも笑顔で、なんかパワースポットみたいな感じで、かなぶんの周りにいることでなんか自分もすごくなんか楽しくなれるし笑顔になれるし、なんかそうそう、ずっと笑顔でいられる感じですね。だから私はもう本当かなぶんと出会ってなんか本当に笑い、そう笑うことなんかすごいめっちゃ幸せです。うん、そう、かなぶんがコラボ配信しようって言ってるよ。だってかなぶんいつします？そう、でもかなぶんは本当にマジでかなぶんと出会ってなかったらこんなに楽しくないですよ AKB の活動が。最近本当にだから K のなんかそう K の公演が本当に楽しみで毎回でね、なんかレッスンの時とかもかなぶんいるかなとかって思ったり、そうもう本当にかなぶんがいるから今の自分がいる。そうかなぶんが私のこと褒めて面白いとかって言ってくれるから、自分もなんかすごい自分もにも自信が持てたし、すごい自分もなんか胸を張ってなんか堂々といられることができたし、もう本当にかなぶんのおかげで今の自分があります。かなぶんの TikTok かっこいいやってね、ダンス踊ってんので、ぜひ皆さんかなぶんの TikTok 見てください。もぎさんは、いやもぎさんはね、もぎさんもすごい大好きてか、もぎさんがいたからなんか舞台、私舞台がそんなにね、まあ苦手なんですけど、苦手だしそんな、そうそんななんですよ。舞台はそうやるし、やっぱやってたらすごい勉強にもなるけど、そう辛いことの方が多いってイメージがもう自分の中ですごく大きくて、そう舞台はそう辛いっていうか、なんかもう難しいっていうか辛いっていうイメージが自分の中では結構あるので、だから今回マジムリで夏ラウドネス出た時に、なんかラウドネス今度マジムリにやるときに、もう私はさ多分出るなって思ってたわけですよ、もうその3月の頃から。そう舞台をやったことで私はたくさんね、いろんな涙したり傷ついたりたくさんしたので、そうだからすごいそんな、そうまた舞台かと思ったんですけど、スタッフさんに誰が出ますかって聞いたら、もぎさんって言われて、もぎさんって出ますって、もぎさん、そう、もぎさん、そう、もぎさんがいるから頑張ろうって思った今回のラウドネスは。うん、なんか本当に
辛くて舞台は結構毎回。そうだからもう次は出ない次は出ないと思うけど、なんだかんだ結構出てる。そうもう本当に、でも本当笑わなんか笑い事じゃなくて結構自分の中では本当に舞台があったからこそからもう本当に気が落ちたりどんだけって感じなんですけど、もう本当にもう本当に病んだりもういろんなことを考えてたんですよ。そうもう本当にマネージャーさんに降板できますかとかもう本当に聞くレベルで、もう本当に辛くて毎回舞台は。そうだからでもね、まあすごい楽しい楽しい、まあ勉強にはなりますけど、そうだから茂木さんが今回いて稽古とかももうほんとなんか茂木さんがいたから頑張れましたし、そう茂木さんに喋りかけて喋りかけてもらって元気出してチャージして頑張った。うん。で本番も茂木さんチャージ、そう茂木さんがいるから茂木さんと最後にそう撮影タイムで近くに行くから行けるから頑張ろうみたいな。うん。まあ白取った。うん。このメリーゴーランドとかもタワーなのかな。マッカーシーアットおだしさんがお城を建ててくれました。イエーイありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシーアットおだしさんありがキャッスルー、イエーイ。あとマーアットおだしさんがメリーゴーランド、じゃあみんなでお礼言いましょう。マーアットおだしさんありがメリーゴーランド。クルリンさんもクルリンさんありがメリーゴーランド。ジャンアット群馬におだしさんもありがメリーゴーランド。カンタアットカンカンさんこれ何ですか。マジ遠目から見たら靴下に見えるけど近くで見たらなんだろう、これはなん、リード？リードがついてる。未来のペットですか？でもこれ犬には見えないけど、なんかリードが見える。未来のペット。ジェットコースターでしたって。あ、ジェットコースター？ジェットコースター。ジェットコースターか。カンタとカンカンさん。アリガジェットコースター、イエーイ。ジェットコースター
乗りたい。712日おめでとうだって、ありがとう。今日はね、駅でね、突然男の人がね、フライデーチャイナタウンを歌い始めて、めっちゃびっくりしたんですけど、そう、今日サンデーじゃん勝手に突っ込ませていただきました今日はフライデーじゃないサンデーでしょって一人で突っ込ませていただきましたでもマジでオペラ歌手みたいな、なんかマジでなんかあれが始まったのかと思った、あの何ですか、フラッシュモブ、フラッシュモブが始まったかのようにマジでオペラ歌手が突然歌い出したって思ったの、私はえみたいなって思ったら、なんか普通になんか男の方が普通になんか多分彼女の方なのかな、なんか女の人と二人でエスカレーター並んでて、なんかすごい男の人がかなりの声量で普通に女の人に向けてフライデーチャイナタウンめっちゃ歌ってたから、え何って、えこれマジフラッシュモブって思ったけど、えん違うっぽいなみたいな、ただ歌いたかっただけなのかなって思って、うん、なんかいい感じでした。ビビった。てかめっちゃ歌うまかったの。マジオペラ歌手、なんかオペラ歌手みたいな感じで、なんかもうすっごいね、めっちゃうまくて、だからマジでフラッシュモブかと思った。うん。皆さんもそういう状況にあったらね、はい、心の中で突っ込んでみてください。いやいや今日サンデーじゃないか、今日はフライデーじゃないよって心の中でねつぶやいてみてください。今日は木曜日は英語で言ってください。待ってね。サンデー、マンデー、チューズデー、サーズデー。私曜日は分かるんですよ。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、イーサータデーってこの曲で覚えた。でも本当に月が分からない、月が。うん、月むずいマジで。ポテチたちの理由を教えてください。そう、私は1週間ポテチをやめました。やめてます。でマジでほんと毎日食べてたから、毎日食べるのって本当に良くないから、普通に1週間だけ食べないって決めてるだけです。うん、
今日は食べてないけどカップラーメン食べた。1週間って短くないだって。1週間違うんです。肌がめっちゃ荒れちゃって、なんでだろうって思った時に、そうポテチめっちゃ食べてるって言ったら、それじゃないって言われたから、まず1週間やめてみて、そうやめてみて、それが理由だって気づけたらもっとやめるけど、1週間やめてそれが理由じゃなくて、そう肌がまた荒れてたら食べるけど、うん、でも今日野菜食べました。お昼に行ったねご飯屋さんで、まあ、エッグベネディクト、私妹とねご飯食べに行ったんだけど、妹がね私の食べたいなんかチキンみたいなの頼んでて、私はなんかそのメニューにあんまり好きなのがなくて、エッグベネディクト、私本当卵苦手なんですけど、エッグベネディクト美味しそうだなって写真見て思って頼んで食べた。そしたらね、お皿の半分がね、ありがたいことに野菜だったからね、めっちゃ野菜食べた今日は。ん？カナブン？カナブンコメント発見。ちょいまちこ、どこだ？あ、頑張ってください、むき、ありがとうかなぶん、かなぶんありがとう、頑張るね、むきあ、かなぶんちょっと見てて、ちょっとかなぶんまだ見てるかな、私かなぶんのキャッチフレーズ作りました。私かなぶんのキャッチフレーズ作りましたので今披露したいと思います。もし気に入ったら使ってみてください。じゃあいきます。いきます。はい、信じれば叶う、願えば叶う、はい、たくさんの夢を叶えていきたい、チーム K の安田かなです。はい、どうですか、ぜひお気に召したら全然使っていただいて結構ですので、はい、ぜひぜひそう、叶うの部分はステージ上にいるメンバーで叶うって言うので、はい、よろしくお願いします。よくできてますね。だって、え、俺ピーほんまでっか、受けてるらしい。だって、え、なんでわかんの、漢文見てるかな、だって漢文って国語やん、かな文だよさすが小田さんだって、え、マジそんなコメントある、ありがとう、そんな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 、褒めんといて、褒めんといて、降ってきただけだから。キャッチフレーズね、私は今日も楽しくエリエリを自分で作った。かなぶん次いつやるのかな、チーム系公演勝手に行っちゃおうかな、埋設しちゃおうかな、勝手に、勝手に
に埋設していいですか。でも覚えられないよ、あんないっぱいセリフ。もう前説なくなってません。だってなくなってる。復活させる。うん。2人で外国でも旅行したらいいんだって。したい。カナブンとロンドンとか行きたい。漫才したい、カナブンと。なんかさ、マジでさ、超つまんなくてもいいからさ、なんかさ、一緒になんかさ、漫才しない？カナブン。マジでさ、滑っててもいいしさ、受けなくてもさ、全然面白くなくてもいいから、一緒に漫才しない？もうつまんなくていいから。もうツイッターに載せる用の動画でちょっとなんか一ネタ考えよう。ひななとランちゃんも入れるか。はい、じゃあ4人でじゃあさ、ちょっと漫才したい、うん、でもほんとつまんなくていいんです。もうつまんなくても、まあ面白くなくても、滑ってても、もう何でもいいから、ちょっとやりたい。なんか一つ、そう、なんかちょっとやりたい。もうマジで滑ってても本当面白くなくてもいいから。そう、もう自己満でいいんで、もう身内ネタ、自己満、もう滑ってる、もう何でもいいんで、はい。可愛すぎちゃってる。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。劇場の MC でやってみー。だって、だって劇場の MC、 確かに私でも公演しばらく出ない。
日頑張ったからね、2公演、うん、止まってた、してます、充電があと 20% ですってなりました。横画面にはならない今日。うん。ツイッター慣れた？だってツイッターさ、なんか変わってから見てない、全然なんかもう見れない。すごい見にくいんですけど、どうしよう。でもこっちの昔の端末で見たらめっちゃ見やすいけど、なんかほんと見にくいんですよ、携帯、ツイッター、なんか 1M とかになってさ、ちょっとよくわかんないんです。あとなんかめちゃ全画面になったよね、なんかそれが一番嫌だ。なんか 1M とかはまだ許せるけど、なんかさ、すごいなんか広がったじゃん、なんかツイッター、その広がりが苦手、見にくい。なんか広がりですよね、日頃が、広がりが、そう、もっとなんか縮小してほしいって勝手にね、自分の意見ですけれども、はい、そう、過激派、うん、なんか私アップデートしてないのにそうなっちゃったんです、いつの間にか。そう、アップデートしてなかったのになんかそうなっちゃったから、もう一回なんかアップデートしたら治るかなと思ったら、アップデートしたら、そう、アップデートしたけど治んなかった。アンドロイド勢ピンとこず。アンドロイドは変わってないのか。自動でアップデートはしてない、私は。そういう設定にしてない。ひろゆきさんに聞けば聞いてどうなるの。なんかチョコレートプラネットさんのさ、長田さんがひろゆきさんのモノマネをしてる「おさゆき」っていう動画があるんだけど、めっちゃ面白い、見てほしいです。おさゆき、でもね、見ないんです、みんな。こうやって見てほしいですって言っても、でも見ないからもう見てほしいですって言える。だってヤッペイゾ大学も、多分私めっちゃここでおすすめしたけど、そう、多分みんなヤッペイゾ大学見てない。え、待って、え、めっちゃやっぱてかね、もうあのおさゆきさんは結構もう人気、あの YouTube で結構再生回数もいってたから、そう、多分みんな知ってると思う。でも私も人に勧められたやつ絶対見ないから。そう、気持ちわかります。勧められるほど見ないかも、私は。うん、
なんか私がさ、なんかストーリーとかでこの曲好きみたいな感じに載せると、そうこの曲も聴いてくださいとか、私はこの曲が好きですってそう送ってくださるけど聴けないですそうこれだけはちょっと言っておきます。そう聴けないんです。うん、そう聞けませんじゃあなんか自分で、そう自分で探して聞きますもんね皆さん。うん、そう音楽は出会い方が大事。うん、じゃあ小田さんのおすすめする曲は聴かないだって。はい、ぜひ聴かなくても大丈夫です。私が勝手にストーリーで載せてるだけなので、強要してないので。小田さんが今欲しい家電ってありますか？ iPad です。銀杏ボーイズ聞いてみてだって。もう聞いてます。行ってみたいテーマパークありますか？海外の遊園地。好きな映画は、ゴールデンスランバー、あと定一の国、好きな犬は、犬あんまりわかんないけど、おっきいやつ。イカゲーム知ってる、イカゲーム知ってるけど、見たいけど、まだ見てない。ネットフリックスの会員じゃないから、そうまず入るところから始めたい。大型犬大丈夫なの？だって大型犬ってなんか良くないですか？なんか大きくてなんかすごい寄り添ってくれてる感、なんか構ってくれてる感。なんかちっちゃいワンちゃんはさ、わーかわいいかわいいねみたいな感じでさ、なんか構ってあげたいみたいな感じだけど、大きい犬ってさ、なんかすごい自分になんかすごい寄り添ってくれてるっていう感じがしそう、うん、っていうねイメージ。犬のこと全然ちょっとあんまりわかんないんですけどっていうイメージだから、そう大型犬、うん、
食費大変だよ、だってめっちゃ食べるのかな大型犬。うん、私は猫大好きです。うん、うん、餌代半端ない。え、大型犬でも犬ってさ、人間のご飯食べるのかな、お粥とか。食べるだって。食べれなくはない。人間のご飯はダメ、濃すぎる。なるほどね。なるほど、やっぱ犬専用、やっぱ犬は犬専用のご飯食べなきゃなのか。そっか。でも私モルモットなの。幼稚園の時になんかモルモット体験みたいなのあったんですよ。モルモット抱っこ体験みたいなのがあって、めっちゃ楽しみだったんです。ワクワクして。モルモットの初めて見るし、初めて触るから、動物自体そんなさ持つことがなかったから、幼稚園の時やったーと思ってさ、抱っこしたらさ、めっちゃ引っかかれてさ、腕めっちゃなんかめっちゃ嫌いになった、その時モルモット。今はそんなだけど、幼稚園の時だったからめっちゃ怖くて、めっちゃ痛いし、めっちゃ暴れるし、めっちゃ引っかくし、めっちゃびっくりして、めっちゃ痛いし、そう、私トラウマ多いのかな。うん、僕は猫にめっちゃ引っかかれて苦手になったって。猫はね、引っかきますよね、めっちゃ。私もめっちゃ引っかかれる。嫌な記憶って覚えてるよね、だって。覚えてるね。なんかさ、楽しかった記憶より嫌なことの方がやっぱ人間はずっと覚えてるんですよ。うん、そう、だから今が楽しいからいいんです。今が楽しければ。うん、つつつんつつつんつつつんつるんつつつんつるつつんつるつつつんつつんてて高どれが一番楽しかった？全部楽しかった。
きなクリスマスソングはジングルベル。好きな食パン、あ、間違えた、好きな給食は揚げパンです。プールの授業楽しかった、だって。うん、いや楽しくなかった。別に楽しいって感じじゃなかった。普通。別に楽しくなくはないけど普通。授業、私は泳げないのであんまり、なんか泳げないからそんな記憶いない。なんか頑張って泳いでみたけど、なんか友達に、なんかエリの泳ぎ方って面白いねって言われてから、あ、私の泳ぎ方ってなんかキモいんだなって思ってから、そんな、なんか水泳、なんかそんな、なんかそう、なんかあんまりそうやりたくないなと思うようになった。うん。運動は苦手。そう、人の言うことをねめっちゃ気にしてたけど、そう気にしてた、めっちゃ。でも今は全く気にしない。そう、すごい気にしてたけど今は全く気にしない。そう、やっぱ気にしてたらさ、なんかうじうじしちゃうんで、うん、そう、うじうじしちゃうし、やっぱ悩んじゃうし、暗くなっちゃうから。そう、でもこういうの気にしなくなれたのはもう結構ここ半年ぐらい、なんだろう、神奈川ツアーが終わってからかな。神奈川ツアーが終わってからめっちゃ明るくなった。うん、そう、心が割と最近。そう、なんかそう安心。そうですね、神奈川ツアーが終わったぐらいからそうめっちゃポジティブになった。そう、ま、そう前はだってめっちゃネガティブだったんですよ。めっちゃネガティブだったし、いやいや私なんてみたいな思ってた。そうですよね、皆さん、めっちゃネガティブでしたよね。私って本当にすごいネガティブだったし、めっちゃ人見知りだったし、もう本当にそうやばかったんですけど、もう今はマジでポジティブだし、そうめっちゃ明るいし、そう全然人見知りじゃないし、なんか変わりました。はい。
はい、でもこれもあの多分だけどチーム K がそうさせた私を。そう、多分チーム K がそういう私に仕立て上げてくれました。うん、お代理って逆から読むとリエダオになるんですね、だって。はい、そうです、リエダオになります。うん、リエダオ、そう、私は逆から読んだらナリエダオになります。皆さん自分の名前逆から読んだら何になりますか？ここでは書けません、内緒。嘘でしょ、書いてよ。え、誰も書いてくれない。意外とありがとうございます。はい、教えてくれてありがとうございます。ありがとう。うん、私は成江田を。武藤トムさん最強説。え、それね、武藤トムさんだって逆から読んだら武藤トム、もうそのまんま、すごい。おりんは武藤トムさん、武藤トムさん、おりん、んりお、んりお、むんりお、武藤トム、あ、じゃあ武藤おりん、んりおうトム、リオウトム、リオウトム、
あれ、オリンは逆から読んだら同じになんないね。んりおうとむ、んりおうとむになる。んりおう、うり、んりおうとむ、ならない。逆に無と、じゃあ無とううとむ無とううとむ、あ、無とううとむさんは逆から読んでも同じ。無とうう、無とううとむ、うん、うーとむ、むとうう、むとうーとむ、うとむ、うん、そう、うとむって名前だったら訳から読んでも同じ。むとうーとむ、私は小田だお。終電の夜好きだって。私も好き、終電の夜大好き。なんと皆さん、私は好きなテーマパークに行けることになりました。イエーイ。皆さんのおかげで好きなテーマパークに行けることになりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私はじゃあ、はい、アメリカのディズニーランドに行ってきたいです。うん。パイナップルパークは、だってパイナップルパークは修学旅行の時に、まあ、行ってないけど、アメリカの D に、うん、埼玉のこんにゃくパークおすすめですって。え、楽しそう。うん、もう皆さんありがとうございます。すごいね、テーマパーク。うん、神奈川のテーマパークはコスモワールド。じゃあそろそろ、じゃあ配信終わろうかな。今日は皆さん配信見てくださってありがとうございました。
イエーイ。ではね、じゃあ配信終わりたいと思います。じゃあおランキング読みます。いきます。13位翔太とお代理しか勝たん、12位日野と、11位みやちゃん、10位ひとくまさとる、9位直樹、8位ブッフォン99、7位イズンミ、6位なおなお、5位マーアットおだし、4位ジャンアット群馬ニアおだし、3位クルリン、2位マッカーシーアットおだし、そして1位はカンタアットカンカーン。ありがとうございます。はい、じゃあということで、じゃあ本日の配信見てくれてありがとうございました。ではまた明日、バイバーイ。